皆さんこんにちは、水木アナの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はじゃんじゃか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 じゃん、ひゃっきん、じゃんじゃかじゃんじゃかじゃん、ひゃっきん。はい、今日はダイソーの購入品を紹介したいと思います。ちなみにその代表代表じゃないね、ダイソーで新商品が出て、7月1日から新商品が出て、ダイソーとガールズトレンド研究所の、コラボ商品ということで、めっちゃ可愛いものとかが出てるので、紹介したいと思います。じゃあ、買ってきたものを見せます。まず、じゃん、どん、でん。まずは、防水スマホケース、100円です。そう。フリューとのコラボってさ、フリューってさ、プリクラやん。で、それで、なんかずっと店内がプリクラの音楽流れてて、今なんか知らんけどさ、プリクラの音楽が全然出てこへんねんけど、頭の中で、チョコレートディスコって流れてんねん。全然流れてないけど。まあいいや。はい。その100均には流れてなかったということです。で、これ。なんか、ケースに入れたまま、通話や操作ができるみたいです。ちょっと開けてみて。こんな感じで、お、どうやって開けんのやろ。オープン、こっちやろ。これで、パカって。あ、開きました。ここか、開きました。んで、ここに入れるみたいです。こっちの方がいいんか。こうかな。あ、すごい。んで、首からかける紐もあるから、これ、ぶら下げてたらいいと思うし、このまま、こうやって。あ、いけるいける。これでも、ボタンが iPhone 7、押せないです。はい、押せません。次はこちら、ドン。iPhone ケース。iPhone 6、6S、7のケースです。ちなみに青はユニコーンを選びました。で、実際につけてみます。あ、結構しっかりしてる。なんかもっとテロテロ系かなと思ったけど、結構硬い。これも100均やねんけど、これはほら、めっちゃ柔らかい。使ってるからかな。これめっちゃ硬いです。ちなみに、青の携帯は iPhone 7を使ってます。あ、いけた。こんな感じです。普通に可愛い。なんか、ここがめっちゃ出てるから、なんかめっちゃ軽く押すだけでポチって押せる。すごい。これも100円です。次、ドン。次は、モバイルバッテリーです。2000mAh で、こう、携帯とかパソコンとかの充電ができます。フル充電で、スマートフォン 70% 充電することができるみたいです。これも、いろんな柄があってんけど、青は白にしました。Oh my god! で、この、コード ?USB? もついてます。多分これあれちゃう、スマホの充電もできるやつや、Android とかやったらいけると思う。元入ってるんかな、ちょっと見てみよう。あ、無理や。これちゃうわ。あ、ワイフマック。これは、ちなみにモバイルバッテリーは、見て、300円でした。はい、100円ではありません。次はこちら、ドン。ちっちゃいポーチ。これは100円です。これと、もうちょっと大きいのもあってんけど、もうちょい大きいのになると200円とか、また値段が変わってきてた。で、ちょっとクリアな、ポーチになってて、プールとか温泉とか行くときにめっちゃいいと思います。これはめっちゃ可愛くて、これ買いました。青ハートの中でも赤のハートがめっちゃ好きで、だからこれにしました。あとはピンクとか白いのとか、なんかさくらんぼのポーチとかもあったから、まあ、ぜひ見てみてください。次はドン。なんかミルク入れれるドリンクボトル、これは 500ml 入ります。で、水色にしました。ちなみに見て、この服と全く同じような色。すごい。あ、でも、漏れるんかなとか思ったけど、なんか大丈夫そうです。結構キュッてしまうから。まあ、持ち運びにこういうのもいいなって思いました。次。じゃーん。ビーチサンダル。ピンクのビーチサンダルやねんけど、めっちゃ可愛い。これは 23.5 と 24.5。があったんやけど、これも100円です。はい。ベイビーサマーと書いてます。ちなみに、もう一個、なんか白い系のとかあったり、
まあ、他にも柄があって、一番青が狙ってたのはあのシャワーサンダルで、ここちょっと分厚めのやつやねんけど、それはなんかこう東京の方は多分もう出てるんか知らんけど、関西の方やと全然まだ届いてないみたいな感じで、もうちょっとって感じだったから、まあ、また皆さんもシャワーサンダル、これビーチサンダルじゃなくてあの可愛いシャワーサンダルの方も見てみてください。はい、という100均の新商品でした。他にもいろんなグッズもの売ってたので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。